こんにちは、スルちゃんです。今回は食品サンプル体験のため焼津にやってきました。海鮮丼のサンプルを作る前にまずは本物を食べなくてはということで、小川港魚菓子食堂さんへやってきました。新鮮な海の幸を使った幅広いメニューが用意されていて、価格帯も1000円前後とリーズナブル。先に食券を購入します。すいません、お願いします。店内は席数が多く広々としています。奥にセルフのお茶がありました。海鮮丼はお店の一番人気だそうです。いただきます。どの食材も新鮮で大満足。ごちそうさまでした。お腹が膨れたところで、食堂から車で約10分の場所にある青いサンプルさんへやってきました。今回はこちらで海鮮丼のストラップとローの天ぷら2品を製作します。中はこんな感じ。団体さんも受け入れ可能です。先生の説明によると、食品サンプルの原料は樹脂が主流、衝撃に強いのでストラップにもできます。それでは早速作っていきましょう。まずは海鮮丼から。10個まで盛り付けできます。瞬間接着剤はつけすぎないのがコツだそうです。ちょっとつけて押さえる。カツオのたたきがありました。焼津ならではですね。見てください、エビちゃんとヒゲがあります。めっちゃリアル。これって何なんですか？これはウニです。あ、ウニか、はい、これは裏表ちょっとあるので気をつけて、はい、ウニとイクラは表裏がありました。先にパーツを選んで後からまとめてくっつけます。パーツはどれでも自由に選べるので、自分だけの理想の丼を作れます。先ほどいただいた小川港魚菓子食堂さんの海鮮丼を参考に、パーツを選んでいきたいと思います。どれにしようかな。外せないのはエビ、タイ、マグロ。この3種類があればまずは安心。映像ではわかりにくいですが、タイは血合いや筋まで見事に再現されていました。卵焼きもありましたね。赤身は単色なのですが、断面に細かい筋が入っていて、のぺっとせず、いい感じの赤身でした。さらにイクラとホタテを追加。こんな感じで、こっちにしようかな。どうせなら本物に寄せたい。イクラはちょっと端っこのこの辺にしておこうかな。むず。あ、カツオ、この下に入れたかったのに。どうしよう。あ、カツオ。あ、あ、もう。接着剤はつけすぎると滑ってつかなくなるそうなので、少しだけ。場所が決まったらそのまま10秒押さえます。あっという間にくっつきます。あ、くっつきました。そのたたきはちゃんとこっち側に焼き目もちょっとついてます。次のボロいきますね。赤身です。ちょっと浮いて階段みたいになってきちゃいました。ご飯との間に隙間ができてしまったので、先生に助けていただきました。引き続き他の具材をつけていきます。本当階段になってますよし。最後にわさびをのせれば完成です。よし、できました。うん、美味しそう。仕上げをしていただいている間に店内のサンプルを見せていただきました。すごい。なんか空洞になってますね。どうやって出すんでしょうねこれ。次はロウで作る天ぷら体験。現在は樹脂が主流ですが、昔はロウで作られていました。この中から好きな具を選びます。天ぷらは1人2本まで。エビとかぼちゃに決めました。ロウは高いところで上下に動かしながらお湯の中に落としていきます。ロウの上に具を乗せたら周りから包みます。
ろうが固まっているところは熱くないので素手で作業できます。あっという間にできました。お水で冷ましてさらに固めます。できました。次はエビの天ぷら。尻尾が出るように置きます。周りの白っぽいところはもう固まっていますが、真ん中の透明なところは熱々です。熱いですね。お湯につけておけば熱くなります。すごいすごいすごい。はい、できました。パックに入れるとますます本物みたい。できました。海鮮丼ストラップも完成しました。青いサンプルさん、ありがとうございました。食品サンプル作り、いかがでしたでしょうか。可愛くて、本物そっくりの食品サンプルが作れて楽しかったです。次はもっと大きいのにもチャレンジしてみたいな。チャンネル登録、いいねお願いします。SNS もぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。